堺よさこいカエル祭りにお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました大阪ゆめふね関西チームから、よさこいを心から愛するメンバーが集ったチームです。高知に、夏の高知よさこい祭りに出場するために、9年前に立ち上がったチームです。私たちが立ち上がった時、このカエル祭りにもですね、参加をさせていただいて、今年で最後ということなんですけれども、非常に思い入れのあるお祭りです。この夢船を作った初期のメンバーが実はこのカエル祭りの運営にも携わっていたり、あるいは私たちがメンバー集めに走り回っている時に、もしよかったらカエル祭りのステージの合間に PR する時間使っていいよというふうに言ってくださったのも、このカエル祭りの皆さんね。初めて夏高知に行くときにですね、なかなかメンバーが集まらなくて苦労してたんですけれども、そういう機会をいただいた、それがきっかけになって、9年前の夏ここでお話をさせていただいた、その後2週間で80名も仲間がこの夢船に参加をして、無事に1度目の夏を終えることができました。でそこから9年経って、実は今年も、8月の10日から行くんですけれども、まだまだメンバー募集中です。今日は昨年の演舞曲「夢いずる」という曲を踊らせていただきます。この曲は一人一人の胸の内に生まれる夢が、小さな夢がみんなとつながって大きくなっていく、そんな思いを込めた一曲ですので、これから夏に向けてまだまだ間に合いますので、もしよろしければここにいらっしゃるお客様の中からも、夢船のメンバーとして夏高知で踊ってみたいな、そんな夢がいずることを心から願って踊らせていただきます。心を込めて踊ります。大きなご声援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大阪ゆめふね、夢いずる。
まだまだメンバー募集中です。どうぞよろしくお願いいたします。大きなご声援ありがとうございました。ありがとうございました。大阪ゆめ船の皆様でした。高知よさこい祭りでの ご活躍をお祈りいたします。頑張ってください。では次に参ります。